こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、お団子のマンネリ化を解消したいと思います。だけ。はい、はい、うん。今年は夏のイベントをちょっと少ないかなと思うんですけど、ね、うん、でもやっぱり夏っぽいアレンジしたいですよね。したいですね。僕はもうこれしか言ってない。最近はもうオールバックですけど。そうですね、うん。なんですけど、やっぱり夏っぽいアレンジをするためにも、ちょっとマンネリ化をぜひ解消して、ちょっとお家で浴衣着たりとか、ちょっと外にアウトドアできるようなことがあれば、このアレンジをして、ちょっとお出かけをしてみたりとか、まあ、気分上げてね、はい、気分上げて、うん、してみてもらいたいなと思って作りますので、ぜひこれを参考にしてみてください。それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。5滴くらい出します。毛先から表面までしっかりとつけていきます。ブラシで溶かしていきます。溶かすことによって全体的に均等にオイルが髪の毛についてくれます。鉢植えの髪の毛を取り分けていきます。ラクールで留めておきます。下の髪の毛を耳の高さくらいでまとめていきます。ゴムでお団子に結んでいきます。上の髪の毛を斜めに分けます。左手から時計回りにねじっていきます。毛先を左からお団子に巻きつけていきます。こちら側の髪の毛もねじりながらお団子に巻きつけていきます。毛先が下に向いている状態で、ゴムで挟んでいきます。ここの分け目が出やすいので、少し上の髪の毛を下にずらしていきます。お団子の部分を持って、ゴムの付近を少しほぐしていきます。お団子の横にクリップを留めます。頭を少し横に振ってクリップが落ちてこなければ完成です。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、ポイントは、うん、ねじるときに少し強めにねじってあげることで、うん、より形が崩れにくいのと、うん、そうすることによって頭の形が結構綺麗に見えるので、ペタッとなりやすい人にすごくおすすめかなと思います。ほぐさなくてもいいしね。あ、そうですね、うんうん、で、まあ、この夏、まあ、そんなにね出かけれないかなと思うんですけど、まあ、イベントとかもね本当はあったけど、まあ行けないっていうのはないっていう感じだな。イベントが開催されないことが多いので、まあ、家にいることも多いかなと思うんですけど、まあ、この機会に、まあ、髪型のちょっと勉強だったりとかヘアアレンジのちょっとレパートリーをちょっと増やしておいてもらって、本当にねコロナが明けて出かけれるようになったら、まあ、いろんな髪型をして楽しんでもらえたらなと思いますので、みさきさんそのために頑張ってますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。これからちょっとね。バイバーイ。